はい、どうも自己紹介します。僕が菅井で、こちらがトウトトウアマトの斉藤、菅井と斉藤でゲルマニウムです。お願いします。ダーン。はい、ということでね、本日の企画を発表します。お願いします。上京して良かったこと、悪かったこと。なぜ企画をやるかと思ったかというと、カチュジャチュ大爆発中。なんでこの企画をやろうかと思ったというと、俺ら今上京して7年、6年って言って、今もう6年そう、経ってるんですけど、もうね、まあ、そう、いろいろこれからさ、まあ、1年とか2年とかしてさ、まあ、いろんな人がさ、こっちに来るわけじゃん。良、まあ、かったなって思うところもあるし、悪かったなって思うところもあるし、まあ様々ありますよね。あ、田舎っていいなって思うところもやっぱりいっぱいあるんですよ。いっぱいあるね。今回の動画を糧にして、なんか皆さん来年とか4月から来るよとか、あと1ヶ月ぐらいで来るよっていう人とかね、もしよかったらここにしていただければなと思っています。チャンネルゲルマを参考にするってこと。そう。なんでかって言ったら、結構やっぱ今回今まで出した動画の中で方言の動画が一番伸びてるわけよ、うん、なので一番見られてるわけね。ってことは山形の人が結構見てる可能性もあるわけじゃん。まあなきにしもアラブだよね。でむしろその東京の人も方言を見たくて調べてる人もいるわけじゃん、うん、そうだね。だからもしかしたら田舎に興味を持ってくれてるかもしれないから、まあ、っていう可能性もあるよね。そうそうそう。だから、うん、ちょっと一回これってね、動画をね撮ってみようかなと思って。わかりましたでゴンス、うん、顔ふざけんなお前は。いてえな。こっちから、こうじゃないから、まあ、こういくから。おう。ということで、はい、東京のメリット。東京のメリットね。はい、はい、まず、遊びに行くところがいっぱい。ああ、いっぱいですね。うん、まあ、それこそさ、まあ、渋谷行ったりとか、はい、渋谷行ったりな、新宿行ったりとか、それこそ原宿行ったりとかさ、うん、今の若者の街とかだけど、あと他にもさ、例えばなんかまあ夜とかだったらさ、東京タワーとかすっごい綺麗だし。綺麗だしな。ただ観光スポットがめちゃくちゃ多い。めちゃくちゃ多いし、うん、渋谷から、渋谷、新宿、原宿間も大体10分ぐらいしね。まあそうだね。言うてみたら電車だけど。一駅ぐらいでまあバン、ポンって行けちゃうから。ポンって行けちゃうから、すぐ飽きたらすぐそっち行けばいいし、みたいな感じでもうすぐ遊べるし。すっごい楽しい。それは楽しいと思う。電車が来るのが早い。早いね。うん。3分とかさ。うん。5分とか1本に来てくれるわけ。まあ遅くても大体10分に1本来るわな。遠いとこ行くとしてもさ、うん、まあ僕ら東京の端っこ、千葉寄りの端っこに住んでるんですけど、うん、新宿行くにも30分だし。30分だね。渋谷は40分か。40分。だから神奈川行くのにも1時間ぐらいか。1時間ぐらいだね。埼玉もそんぐらい。もう、うん、だい、まあ1時間弱ぐらい。そのプチ旅行も行きやすいよ。うん、行けるね。なんか県外とか行こうぜって言っても行けるもんね。全然行ける。余裕でパッ。千葉なんてだって、チャリで10分ぐらい着くっしょ。それはうちからの話だけど。チャリで10分だし、うん、あの川を泳げば5分で着くし。無理だ。だそこがめちゃくちゃいいなと思うよね。うん。あと、終電が遅い。あ、終電遅いね。めちゃくちゃ遅い。1時ぐらいまであるべ。あるね。ね、12時ぐらいまでさ、友達とお酒飲んでたとかしてもさ、うん、まだ帰れるからね。そう。だいたいもう、家に着くの1時とかだってあっちの時ありえなかったと思うよ。全然ありえない。夢を追いかけてる人が多い。夢を追いかけてる人は多いわ。やっぱりいろんなジャンルの人がいるよね。それこそ俺らはまあ芸人なわけだし、うん、友達は DJ やってるし、うん、あと前は俳優さん目指してる人もいたし。いたな。あとバンドマンもいたし、うん、声優さんとかも俺見たしな。あ、声優さんいたんだ、うん、なんかその意識は高め合い。そうだね、モチベーション上がるね。頑張ろうって気持ちにはなるわ。そうそうそう。え、次、山形のメリット。山形でのメリットね。まあ、田舎ですね。まず一つ、ご飯が美味しい。あ、飯うまね。ご飯がひたすら美味しい。ご飯はね、とても美味しい。すごいのが、やっぱり、郷土料理っていうのがやっぱ普通に置いてるから。うん。例えば山形だったら、芋煮でしょ？芋煮。あと、みんなじゃ考え、多分、ほんと考えられないと思うんですけど、ゲソ天ラーメンとか。ゲソ天ラーメンね。うん。あれ美味しいな、辛味噌置いて、ポーンって、ね。宇宙店っていうお店があるんですけど。エボリューションな。英語読みしたの。宇宙店エボリューションって名前なんだよ。そう。そう。知らなかった。その普通の辛味噌ラーメン。まあ、辛味噌って言ってもちょっとわかんないと思うんですけど、うん、その味噌に辛味噌っていうのを、ちゃってやって、ピリ辛で美味しいのよ。それに、ゲソ天。ゲソ天な。みんな、え、合うの？気持ち悪いって思うかもしれないですけど、一回食べてみ？めちゃくちゃ美味しいから。めちゃくちゃうまいんだよな。すごい美味しいんですよ。まあ、フードが美味しいよね。うん、ひたすら美味しい。そうそうそう。で、お米も美味しいし、それこそ。お米も美味しいよな。いろんなお米ありますよ。つや姫、生え抜き。はい。雪若丸ね。雪若丸。ああ、懐かしい。そんなあったの。雪若丸最近できた。最近、最近らしいぞ。あとね。SM 私。水が美味しい。あ、水ね。あの、水が美味しいっていうのは、天然水じゃない。うん、水道水。
水道水は美味しい。多分ほとんどこっちじゃ水道水飲まないじゃん。ウォーターサーバーとかでしょ、みんな天然水買ってきたりとか。山形はね、水道でキュッてやってキュッてのがめっちゃ美味しいんですよ。美味しいね。東京の水は、あ、水道水の味だなっていう、なんていうか、なんか鉄というか、ね、あ、そうがあるけど、山形は、うん、なんかもう本当ミネラルウォーターって感じ。そう、うん、俺実家がもう蔵王だから。ああ、そうだね。蔵王さんのもう湧き水からこう浄水場に行ってこう来てるやつだから、すげえうまいね。そうだもんね。だってお前ちょっとか水困んないから、うん、隣川だったでしょ。そう、そこで洗濯してたでしょお前。いやいやいや、あの桃太郎のばあちゃんか。おっそすっごいおっそ。じいちゃんしばっかり言ってねえわお前。変な癖。俺桃からどっさいばっか出てねえわ。俺オキャオキャって。違う違うよ、俺何だと思ってた。バゲモン。桃から生まれたバケモン。桃から生まれたバケだろうです。え、他人がね、暖かいイメージがある。別に東京の人が暖かくないとかそういうわけじゃない。全然だってうち近所付き合いしっかりしてるから、すごいなんかね、お裾分けとかいただいたりするけど、うん、だけどなんかそういうんじゃないよね。そうそうそう、うん、なんかそういうんじゃないんだよね。人情と言いますか、それは当たり前なのよ、うん、だけどそれこそ、まあ、小学校の時の話だけど、うんうん、通学班ってあるじゃないですか。こっちの人あるか分かんないけどね。通学班ってあるんですけど、まあ学校までで行くんですけど、もう地域の人が、もう俺ん家が小学校、家から学校まで40分かかったの、歩いて。歩いてな、うん。40分もっとかかったね。50分ぐらいか。で、そんぐらいかかったんですけど、会うたび、いろんな地域の人が、うん、もう、おはようって言ってくれる。あらね、あったかいよね。いや、あの時はさ、ちょっとまあ尖ってた部分もあるし、うん、いや、うるせえな、みたいな。うん、めんどくせえな、みたいな。思ったけど、うん、今こうやってもう地元帰った時にやっぱ声かけられると超嬉しい。嬉しいね、うん、なんか覚えててくれるともっと嬉しいよね。超嬉しい、うん、あら、菅井さんのお宅は東京行ったんじゃないの。言われる。あ、そうなんですよ、今帰ってきてて。あらーねー、また木登りに来てねって。田舎だな。そんなないでしょ、登れる気ないもんな。そうで、今の話に基づいて自然が多いね、うん、うん、ひたすら自然が多い。うちとかは家出て1分歩いたらもう全部田んぼ。あ、そうね、全部田んぼだ。目がね、悪くならないかもしれない、うん、俺も家出たら猿いっぱいいたな。もう射程でしょ、俺射程。そいつらの射程。俺がボスじゃない、射程だから。射程、猿射程でしょお前は。猿射程ってなんだ。あんま聞かねえよ。メリットは他にもあるんですけど、うん、一体こんなもんかな。言ったらね、うん、大きめのメリットは。で、次、東京のデメリット。デメリット。